フレイズピックは急速に広がる外国人雇用、日本企業はどう変わるのか。これまで外国人の登用に消極的と言われていた日本企業が変わり始めています。今回私たちは外国人の採用を積極化している企業を取材しました。しかし3月に起きた大震災はそうした企業の取り組みに大きな影響を与えています。まずは震災前の取材からご覧ください。経営環境の厳しい中小の製造業でも外国人を採用する動きが。従業員90人の精密機器メーカー、この日ネパール人と中国人が仲間に加わりました。自己紹介をしますのでお願いします。はじめまして、私はスラズと申します。はじめまして、どうぞよろしくお願いします。メトロールの主力商品は工作機械用の精密なセンサー。ドリルの先端の位置を1000分の1ミリ単位で計測するセンサーは世界シェア7割を誇ります。これまでは商社や代理店を通じて海外に販売してきました。しかし3年前、上海に支社を設立し、中国メーカーとの直接取引を始めました。で、一つの生き残る方法としては、海外のメーカーに商社を経ず、直接販売することによって、流通コストを大幅に下げること。工作機械メーカー。2人をインドと中国に常駐させ、現地メーカーと直接取引することで、価格競争力を高める狙いです。いうような形ですね。その日の夜、乾杯。2人の歓迎会が開かれました。店の看板メニューはイカの池作り。二人はもちろん食べるのは初めて。エンジニアとしてセールスマンとして中国で頑張りたいと思います。インドはまだこれからの市場です。私はインドで大きな成果を上げる自信があるんです。日本人だけでやるっていうことについてはね、やっぱり限界がありますよね。広くアジアに市場を求めてね、共にこうやって手を携えてやっていくことが必要だと思いますよ。今のリポートは震災の前に取材したものです。あのあと多くの外国人が日本を離れました。私たちが取材した人たちはどうなったのでしょうか。一方、東京に留まった外国人もいます。スラズさんもその一人。被災地の人々の厳しい生活をテレビで見て、それに比べれば東京は別に何も問題ないと思ったんです。ここではみんな普通に暮らしていますしね。もう一人の社員ゾウさんは震災前に中国に戻っていましたが、研修のため家族を説得して再び来日していました。今日本は厳しい状況にありますが、日本の経済はもう一度蘇ると思っているんです。この会社も苦難を乗り越えられると確信しています。 And that was today's pick.